はいどうも、青函溶接職人チャンネルのカジです。あなたのコメントやチャンネル登録、高評価が私のモチベーションです。質問、感想、何でもいいのでコメントいただければ幸せます。はい、今回もマニアックな動画になりますが、最後までご視聴ください。今回紹介するのは、フランジや機械加工面などのシート面に傷をつけてしまった時やピンホールが出てしまった時に使えるテクニックです。傷や血管を肉盛りして手直しをしていきます。皆さんはこのような時どのようにしていますか？困りますよね。さすがにこの動画を見てすぐ使えるテクニックというわけにはいきませんが、そういうことができるんだな程度でいいので、頭の片隅に覚えていてもらって、時間のある時などに余っているフランジなどで練習してみてください。それでは早速行ってみよう。フランジのシート面や機械加工面に間違って傷をつけてしまったなんてことを、鉄工業に携わっている人たちなら誰にでもあると思います。自社に旋盤やフライス等があれば、肉盛りしてごめんパラッと削ってくださいとお願いすることもできますが、申し訳ないですよね。外注の機械加工で加工した品物ならなおさらテンションガタ落ちです。このテクニックは経験やコツ、忍耐などがないと失敗するリスクもあります。しかし自分で直すことができるようになれば、いざという時にでも他人を煩わすことなく解決することができますよね。現場で傷がついてしまったなんて時も焦らなくても良くなります。経験がない方が実践するにはリスクがあることは事実ですが、やってみなければできるようにもなりません。もしあなたがそのような場面に出くわした時は、そんな動画を見たなと思い出して、練習してみてからでもチャレンジしてみてもいいと思います。今回は工場の隅に転がっていた SAS304 のフランジのシート面に傷が入ったと想定し、ポンチを打ち手直ししていきます。はい、このようにポンチを打ってピンホールが出たと仮定します。このポンチを手直ししていきます。まずティグで埋めます。埋める際の注意点としては、トーチをあまり斜めにしないことです。肉盛りが水滴のように丸くなるよう真上から肉盛りします。この時ピンホールや傷が埋まるのを確認してから棒を入れるようにしましょう。トーチを斜めにすると溶油プールが長くなりますし、カットも入りやすくなるので注意しましょう。少し多めに肉を盛ります。次に叩きます。直接ハンマーで叩くよりも、使わなくなったポンチ等の先を平らに加工したもので、他の場所を叩かないように肉盛りしたところを正確に叩きます。これは歪みを理解しようの第1回目でも説明していますが、熱を加えると縮みが発生します。この場合、図のようにリードの周りが引っ張られて微妙に下がっています。そのまま仕上げると周りに丸くへこんだところが残ってしまいます。そのへこんだところを膨らますために叩いていきます。次にグラインダーで削れるところまで削ります。砥石はスキルタッチを使用しています。この時絶対に周りのシート面にグラインダーは当てれないので、慎重に残りが 0.2 から 0.3 ミリくらいになるまで削ります。慣れると 0.1 ミリくらいまでは追い込みます。慣れるまではクラフトテープなどで周りを保護してもいいと思います。
ここからは手仕上げです。ヤスリで旋盤目に沿って削ります。出っ張っているところだけを削ります。バフ車などで仕上げるという人はいますか？私もそういう人を見たことはあります。でも結果は検査で不合格になりました。バフなどを当てると見た目は綺麗かもしれませんが、周りを大きく削り落とすことになり、シート面が波打つこととなります。バフなどは柔らかいので落とさなくてもいいところまで落としてしまうわけです。なのでヤスリと硬い平らなもので削るのが正解です。今回使っているヤスリは坪さんの中目です。とても使い勝手のいいヤスリだと思います。ちなみにヤスリの使い方を知っていますか？ヤスリは押すときに削れるようにできています。引くときは力を抜くようにしましょう。それからシート面を仕上げる場合、新品のヤスリだと周りを傷つけるリスクがあるので、私はある程度使って馴染んだヤスリを使うようにしています。もう一息といったところです。少しでも段差があれば指で触ればわかるはずです。この辺りからは力をあまり入れていません。出ている部分を感じながら削っています。ほぼ削れたら油砥石を軽く当ててみます。ヤスリの目を消しつつ当たるところを確認します。仕上げが足りなかった場合はまたヤスリで削ります。これを繰り返しヤスリで仕上げまで削ります。仕上がり前はヤスリをあまり押し付けないのがコツかなと思います。仕上がるとヤスリを軽く当てても全く引っかかりがなくなります。サンドペーパーやスコッチで旋盤目に沿ってヘアラインを入れます。まだ溶接した場所が見えますが、周りが焼けているために見えるだけで、ほぼ凹凸はない状態です。
光にかざしてみていい感じなら完成。不自然ならもう一度ヤスリを当てるところからやり直します。光をかざしてよく見ればどこを直したのかわかるかもしれませんが、直したことを知らない人が補修箇所を見つけることは不可能です。もう少し旋盤目のような傷を意図的につけます。決して機械加工の目に逆らって傷を入れてはいけません。今回ノーカットでお送りしました。1箇所の補修にかかった時間は約12分くらいでした。皆さんも機会があれば試してみてくださいね。もちろん手直しがないことが一番いいのですけどね。はい、今回の動画はどうでしたか？視聴してすぐに真似できるような技術ではないかもしれません。余ったフランジなどを利用して練習してみて試してみてください。まあぶつけたり溶接でミスったりしなければいい話なのですが、いざという時にしか使わないスキルにするために欠陥を出さない溶接を心がけましょう。質問等ありましたらコメントしてください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご安全に。